今回は過去形と現在形の違いについて説明いたします。最初にネイティブが抱いている過去形のイメージについて説明します。過去というのは今ではありませんから距離がありますよね。だからネイティブが抱いている過去形のイメージというのは距離が遠い、ぼやーっとしている、あるいは今とは切り離された客観的なイメージがあります。例えば10時間前に お財布をなくしたっていうことを、これを過去形で I lost my wallet って言った場合には、つまり今とは切り離してとにかく過去10時間前に お財布をなくしたというその事実を言っているということになります。ところがそこにハブを加えて現在完了にすると、ハブが過去と現在をつなげてくれる役割をしてくれます。つまりその現在完了っていうのは過去の事実をこうグワンと現在に迫ってくるイメージにしてくれる、これがハブになります。昔やっていました NHK の番組でハートで感じる英文法で説明していた言葉を引用すると、過去の事実というボールが現在に向かってグーンと迫ってくる、そして今の位置で迫ってきたそのボールをドカーンと受け止める、そういったイメージが現在完了だと説明しています。 I have lost my wallet と完了にすると、10時間前にお金をなくしたという事実は変わらないのですが、ハブによって過去の事実が今にグワンとつながりましたから、お財布なくしたんだけど今大変だどうしよう、だから今お金貸してくれるっていう今に焦点が当たったことになります。では今までのことをもう一度まとめますと、お財布を10時間前になくしたという事実は一緒ですが、それを過去形にするか現在完了形を使うかは、それを話している人の気持ちが決定します。つまり話している人がその事実が今に影響を及ぼしているっていう今を意識しているならば、ハブをつけて現在完了にするし、今と切り離してお財布をなくしましたっていうその事実をただ言ってるだけ、今とは関係ないっていう気持ちがあるならば、それは過去形にします。で、現在完了というのは先ほども申しましたように今に焦点が当たっているわけですね。だから過去形を表す言葉とは相性が悪いというか、現在に焦点が当たっているのになぜ過去形を表すが Go とか Yesterday が出てくるのかということなんですね。だから現在完了形では過去形を表す言葉とは一緒に使えないということになるわけです。海外ドラマや映画などを見ていると皆様が思っている以上に、現在完了が多く使われています。というのも、過去の事実というのは結構現在に影響を与えていることが多いですから、そう話している本人が思えばそこにハブをつけてあげるということなので、だから結構現在完了使われています。現在完了に4つの用法がありましたが、英語のネイティブはこれは結果、これは継続とかいうのはあまり意識して話してはいません。だからあまり考えなくてもいいのかなと思います。最後にまとめますと、過去のことを今に関連付けたければハブをつけてあげる、つまり現在完了というのはハブをつけることによって過去の事実が今にグワンと迫ってくるということですね。だから同じ事実でも人によって、つまり人の感じ方によって異なりますので、過去形を使う人もいれば現在完了を使う人もいるということです。ではこれでおしまいにいたします。